賃貸経営に役立つ全国の地下動向と今後の住宅市場というタイトルで少しお話をさせていただきたいと思いますはいえい、ー、し方司会の方から、えー、ご紹介いただきましたが簡単に自己紹介させてください改めまして小室淳と申します埼玉県出身でございまして職業は不動産鑑定士という資格業をしております、えー 普段は日本バリアーズという会社の代表を進めておりまして不動産の鑑定評価ですとかえ不動産の市場調査分析投資アドバイザーこういったことをメインの業務として日々活動しておるものでございますえ趣味は体を動かすことそれからその後にいただくお酒が好きです私不動産鑑定士と申し上げまして皆さん不動産鑑定士と聞いておそらく 名前は知っていると、そういう資格があることは知っている。まあ、税理士とか弁護士とか。えー、ただ、具体的にどんな仕事をして,るしてる人たちなのかってあまりよく知らないなとか。ほとんどの方はご自身で不動産鑑定士に仕事を依頼するということはまあないんですね。できればない方がいいと思います。どちらかというと揉め事の方が多いので、ない方がいいんですが、まあ、例えば不動産鑑定士というのはですね、簡単に申し上げますと、えー、不動産の価値に ついての専門家でありますえー、売買ですとか仲介というのは宅建士の皆様が行っていたりとかあるいは測量調査こういったものは土地家屋調査士の皆さん、えー、建物を設計したり、えー、修繕したりするのは建築士さんの領域だったりとかまあ不動産にまつわる資格業専門家というのはたくさんいるんですがその中でも我々は不動産の価値ですね価値いわゆる価格とか賃料 えー、利回りこういったものに関する専門家でじゃあ具体的にどんな仕事をしているかといいますと、えー、向かって一番左からですね、まあ、鑑定全般なんですが売買や交換あるいは相続の時にその財産資産がいくらするのかといったことを判定させていただいてあるいは不動産の証券化 J リートに代表されるようないわゆる証券関係それから、えー、国際会計基準 i f r s に 代表されるような自家会計ですね、企業向けの自家会計制度などで、えー、各企業様がお持ちの不動産の価格を評価したりとか、あるいは一般の係争、裁判ですね、えー、それから事業再生ですとか M&A といった形で会社が対象となる会社がお持ちの資産を評価する、こういった仕事もしています。それに対して真ん中の、えー、公的評価というものがあります。これは 地下工事、地下調査。今日はこの地下工事について、後ほど詳しくお話をしますが、えー、これは国や都道府県がですね、えー、特定の時点での任意の数万地点について、毎年1月や7月の価格を公表している。それから相続税路線化、いわゆるすぐに路線化、路線化というふうに聞くと思うんですが、これは相続税評価のための、えー、仕組みですね。それから固定資産税、KY、こういう売買といった。 国ですとか自治体、地方自治体が依頼者となって、我々鑑定士が鑑定をするというケース、これをこう適用かと思います。それ以外にも、不動産の価格そのものは扱わなくても、えー、どう使ったら土地が最も価値が高まるかとか、あるいは、えー、この不動産をこう例えば分割しましょうとか、えー、譲りましょうといった資産戦略のアドバイザリー、投資分析、まあ、こういったことをもろもろですね、えー、不動産鑑定士として業務として行っております。 ちょっと前段が長くなっていて恐縮ですが、えー、続きまして、私が所属します、この日本バリュアーズという会社が何をしているか簡単にご紹介させてください。えー、鑑定士が30名ちょっと、それから証券化マスターですとか、その他のえ不動産評価にまつわる資格者のえ専門家集団であります。 右上、国際ネットワークとして国内にも事業所が複数あるんですが、特に最近では ASEAN アア領域でですね、現地法人ですとか、業務提携、こういったことを進めております。これは、一重に日本のクライアントの皆様が海外展開をされる際のお手伝い、それから、これがアウトバウンドですね、それから海外のお客様投資家の皆様が日本の不動産を投資する際のいわゆるインバウンド需要、こういったものに対応するための取り組みであります。 左下、えー、我々が大体仕事の半分ぐらいは今、この J リートとか、死亡リート、海外リート、まあこう、こういうふうに言われている、いわゆる不動産証券化業務ですね。えー、投資家や、えー、投資家等からですねたくさんお金を集めて、それを、えー、一つのビルに投じてで、ここから上がる収益を投資家の皆さんに分配するという、そういう仕組みですね、ファンドです。はい、この、えー、投資資産の評価の際に我々監督監督をしている それ以外にも、いわゆる資産評価の全領域でやっていると。はい。といった仕事をしているのが我々不動産鑑定士ですが、ここからが今日の主題になります。いわゆる全国の地下動向について、今日はこの地下工事というものを使ってですね、皆様と一緒に把握していきたいなと思っております。まず、 2024年、今年の1月1日時点の土地の価格、これを地下工事という形で国土交通省が公表しています。全国2000、ごめんなさい、2万4千地点余りを毎年1月1日時点に我々不動産鑑定士が全国で評価をしている。で、えーまあ、公表されるのは3月ぐらいなんですね。なので、もうすでに3か月以上経ってるんですけれども、えー、と大体その時期に皆さん、ね、ニュースとか新聞でですね、 銀座の土地がいくらいくらでしたっていうようなニュースをね、たまに目にすることがあるかと思うんですが、あれが地下高地ですね。で、今年全用途平均、え住宅地、商業地、その他工業地ですとか、いろいろあるんですが、そういったもの、全用途平均と住宅地、商業地、いずれもですね、3年連続で上昇してまして、しかも上昇率も拡大しましたという、えー、少し、まあ、この世界では少し景気のいい公表の仕方になってますね。 赤い枠のところが令和6年、それぞれのものですね、全容都平均見ていただきますと、えー、全国で2.3%上昇、三大都市圏で3.5、地方圏で1.3、特にこの地方4市というのが7.7で最も高いんですね、地方4市というのは下に注釈しましたが、札幌、仙台、広島、福岡の三大都市圏に次ぐ、えー、都市規模の4市という,うカテゴリーになっております。 全てが上昇して、去年よりも上昇率拡大というと、確かに聞こえはですね、ちょっと景気いいんですけれども、実はですね、よく見ていただくと、このその他のところ、これ、いわゆる三大都市圏でも地方圏でもないところはですね、ちょっと前までマイナスだったんですね。で、去年、今年とようやくえ上昇に転じているんですが、わずか0.6%とか0.7%なので、ほぼ横ばいで、そんなにこう、 あの大きく上がりましたよ、土地上がってますよというようなレベルじゃないということは、ここから分かります。もう少し詳しく見ていきたいと思います。この図も国交省がそのまま発表しているものなので、見たことあるという方もいらっしゃると思うんですが、こちらは都道府県別のですね上昇率、上昇、下降を可視化したものでして、色分けしてあります。ピンク色のとところは5以上上がっているとで まあ色がだんだん薄くなっていくにつれて上昇率が下がって逆に青色がどんどん濃くなっていくと下落率が高くなるということですね。なので左側は去年令和5年のものです。で、これが令和6年どう変わったか、まあ、パッと見ていただいてどうですかね。ちょっと黄色が増えたかなと。青が減っている。特にこの辺とかですね。えー、少し青い領域が減って黄色、オレンジがちょっと増えたかなと。 北海道が面積大きいんで、ピンクがオレンジに変わったのが印象が大きいんですけど、まあ、上昇には変わりないとで。ピンクは沖縄と福岡ですかね、一番上がっていると。まあ、パッと見ていただいて、えーまあ、確かに上がっているポイント、都道府県が多いんだなっていうのがわかると思いますね。真ん中辺の文字で説明もありますが、変動率プラスの都道府県というのが25から29人増えている。 逆にマイナスのところが22から17に減ったということで、全体で見ればやはり、えー、上昇に転じているところが大きいですね。ただですね、これ先ほども申し上げたように、いまだに青いエリアって結構あるんですね。しかも、えー、この栃木、群馬、山梨といった静岡、首都圏に隣接するようなエリアでもですね、まだ。 都道府県の平均としてマイナスになっているということでですねいかに、えー、上昇エリアが限定的かということがわかるかと思いますはい、続きまして、えー、こちらちょっと小さくて恐縮なんですがあの色だけが見えて分かればいいと思います縦は都道府県です北海道から沖縄まで縦に並んでますで横はですね平成27年から令和6年まで、えー その年、年ごとの変動率がプラスかマイナスか、また青が濃ければ濃いほど下落率が大きくて、ピンク色になれば一番高いということですね。まあ、沖縄がずっと上がっていて、またピンク色に転じたというのが特徴的ですが、えー、一番左側が平成27年、これはですね、えー、東日本大震災から数年経ったところですかね。なので、当時は、 宮城県とか福島県というところが復興需要で回復に転じているんですが、全国的にはもうちょっと雨模様ですね。かなり冷たい色が多くて、えー、景気が悪かったです。とても不動産景気も悪かった時期ですね。でそれが徐々に徐々に黄色が増えてきます。特に関東県、首都圏はもうこの辺りからだいぶ地価が上昇していたと。で、令和3年、真っ青になりますけど、これ、コロナ禍突入ですね。 えー、移動制限が敷かれたりとか、まあ、飲食店、えー、観光地、こういったところが一切、えー、稼働できなくなったり、あるいは旅行客がいなくなったインバウンドがなくなったり、まあ、そのあたりで令和3年、一気に落としましたが、徐々に徐々に回復して、コロナが完全に明けた今年ですね、令和5年、去年の途中で、い,いわゆる、えー、宣言が収束して、えー、令和6年は、まあ、コロナは当然、今でもコロナあのウイルス自体はありまして、 えー、罹患されている方もいらっしゃいますけれども、えー、特に移動制限、行動制限、インバウンドの、えー、回復というのもありまして、令和6年はこのような形でなっている、まあ、徐々に徐々に良くなっているのが分かると、ただこれも繰り返しになりますが、相変わらず青いところがこれぐらいあるんですね、パッと見て、どうですか、3分の1かそれ以上ぐらいは、まだマイナスなんですね。なので 不動産景気がいいよとか、えー、土地上昇しているよというようなニュースもよく目にするんですがそれはあくまで、えー、首都圏であったりとか、えー、地方4市といった都市部に限る話でありましてその隣接する、えー、都市部ではない県などではまだまだ、えー、下落が続いているという実態もありますと。はい じゃあどこが上がっているのかというのをちょっと詳しく見ていきます。小さくて恐縮です。私があの少しお話をします。例えば、左側住宅地、1番はフラノ2番が千歳、3番が宮古島、4番も千歳。これはですね、えー、お分かりかと思いますが、まあ、フラノ宮古島、こういったのはリゾート開発ですね、えー、外資系の高級ホテルですとか、まあ、国内の有力なデベロッパー、こういったところが。 いわゆるリゾート地にですね大規模なリゾート施設を今、建設ラッシュが起きています。こういった影響で地価が上昇していると、当然、リゾート施設ができますと、そのもの自体も、えー、価値は上がるんですが、その周りにですね従業員向けの住宅ですとか、あるいはその従業員たちが使う日々の、えー、インフラ施設、こういったものを整備する関係で、町全体が地価上昇するという傾向が顕著に出ていますね。 一方、商業地の方ですね、これは熊本、2番目も聞くよ、熊本ですね。千歳、白馬、千歳、千歳。これはお分かりですね。千歳はもうラピダスさんですね。これ、半導体工場進出。で、熊本は、えー、台湾のセミコンダクター、えーまあえー、TSMC さんですね。 これが進出するということで、まあ、大工場とその周辺の職員向けの施設、あるいはそれに向けた町自体がインフラを整備することで上昇している、なので、上昇の牽引役というのは今、リゾートと半導体、かなりあの特徴のある2つですけれども、こういったものになってますね。ただ、一点ですね、ご注意といいますか、えー、ご留意いただきたいのは、これ、 上昇率、変動率なんですね。なので、例えばフラノはですね、上がる前が3万8000円しかしないんです。で上がった後が4万9000円なんで、上がったのはわずか1万円ちょっとなんですが、率にすると非常に大きいので、一番上に来ているとで。例えば東京、この辺の有楽町、銀座、この辺も上昇しているんですね。率としてはここより全然低いんですが、上がってる額はこちらの方が全然。 高いということもありますので、これは単に率で見ると、もともとが低いんですね。ということは、今、リゾート開発やその半導体工場が進出している場所というのは、少し寝ごろ感があって、進出しやすいと、彼らが来ることで、その地域自体が上がる。これ、落ち着きましたけれども、去年あたりまではですね北広島市、これエスコンフィールドですよね、日本ハムファイターズの球場を作って、その町おこしで、 町全体が一気に上がってしまう。それくらいですね、えー、北広島も特に地価が安かった。でそこを開発することで、えー、こういった上昇率が上位になるという傾向があります。はいえー、次はです、ね、もう少しこれもちょっと違う視点から見ていきます。えー、地価工事は1月1日時点の土地価格と申し上げました。でもう一つ地価調査という調査がありました。これは、えー 都道府県知事がですね、我々不動産鑑定士に対して、7月1日時点の全国の地価を公表するんですが、地価工事と地価調査は、ほとんどはポイントが違うんですね、バラバラなんですが、中には同じポイントをや評価するというのがあるんですね。そうすると、そのポイントについて、年に2回、こういった公的な指標が示されるということで、半年ごと刻みに分かると。 これ見ていきますと、えー、全国では住宅地は前半が1.5、後半が1.5なので、まあ、若干だけど後半がいい、商業地は1.9と2.3なので、後半の方が上がっているというように、ですね、ほとんどのエリアで、まあ、一部ちょっと例外はありますが、ほとんどのエリアで、えー、前半よりも後半の方が良くなっているということは、まあ、今に近い後半が良くなっているということで、まあ、徐々に徐々にコロナ明けから回復の。 度合いが大きくなっているよということがよく分かるのかなと思いますね。はいはいえー、ということで、この地下工事の結果をここまで見てまいりまして、まあ、どういったことが言えるか。これあの 当然ながらですね、国全体での話なのでピンポイントに置き換えるとまたちょっと違うんですね。まあ、先ほど申し上げたようにえピンポイントに見ますとその半導体工場が来たというその一点で街自体がにぎわいを見せていたりとかあるいはリゾート施設ができた代わりにですね、えダメになった施設があってそこでは地価が下落したりという,こうあのマクロの分析に対してミクロではちょっと違うんですがあくまでマクロとしては 都心部や大都市圏でですね、えー、非常にこう住宅需要が強いと、とこれはあのタワーマンションですとか、最近ですとハルミーフラッグなんていうの話題になっているの、皆さんもご存知だと思いますね、東京都が、えーまあ、一般の世帯向けに作った住宅なんですが、実は投資用マンションとして、えー、たくさんがです、ね、こう売り買いされているような現実があると,、まあ、といったところも。 話題ですけれども、まあそういった形で都心部ですとか大都市圏での非常に高級住宅の需要が強い。で、これが地価の上昇を引っ張っているという現実があります。また、えー、外国人のインバウンド需要ですね。えー、コロナ明けからあ本格的に戻ってきておりまして、えー、この需要が旺盛なおかげで、まあいわゆる人気のリゾート地の地価が激しく上昇していると。 これはリゾート地以外でも見られますね。例えば、えーま、先ほどの表の中にも、実は大阪の、えー、ど真ん中なんかもあるんですけれども、一旦、えー、コロナ禍でで,ですね外国人のいわゆる買い物客がいなくなったところ、もう一回戻ってきて、また、えー、地下が、えー、急速に回復をしていると、ま。こういったこともあります、はい。これが2番目のところ、コロナ後の人流の回復というふうに国は発表していますね、えー。それから再開発による期待感。これは先ほど紹介した 北海道北広島市のエスコンフィールドもそうですが、え大きな目星開発があるとなると、ですねやはりそこに一気に投資をするという傾向が近年はよく見られます。例えば今、えー、目下起きているのは長崎なんかどうですかね、えー、駅前、えー、長崎の市街地で、ですねこちらもスタジアム開発と合わせた商業地、えー、ビジネス街の再構築が始まっていたりします。で そういった再開発による期待感というものが出来上がる前からかなり大きく醸成されるようなそういった雰囲気があります。それからインバウンドの観光客像によって地下上昇エリアが増加しています。はい、インバウンドについては、えーまあ、いいことばかりではないとは思います。皆さんもよくご存知の通り、いわゆるオーバーツーリズムというのが全国各地で報告されていまして、もともとそこでお住まいの方々が、 迷惑をこむっていたりもするし、あるいは我々のような国内の旅行者がですね、えー、今までと同じ料金で旅行ができなくなっていたりといった効果もあるんですが、まあ、それをもってしてもですね、やはりこのインバウンド観光客の増加というのが非常に大きな経済効果があるということで、国は今後もこれを推し進めていくということになると思います。まあ、それによって地価上昇エリアが増えている。一方でですね、えー、先ほど青い 都道府県がまだたくさん残ってますよというお話をした通り人口が減っていて弱含んでいるという地方県が多いのはこれ現実ですね、えー、特に空き家問題ですとか所有者不明土地問題こういったものはなかなか解決策が見出せません、えー、宅建業者さんの取り扱い手数料の加減を高めてですねもっと流通しやすいようにするといったあの試みも最近発表されたばかりですが なかなか、えー、一気に空き家が解消するということもなく、むしろ増え続けているような状況で、えー、日本の多くの地域では、この、えー、人口が減ることで、えー、地価が弱含んでいるといったことがあります。はいえー、で、3つ目ですね、これは先ほど申し上げている通り、特に、えー、千歳と熊本の例が顕著ですが、実はそれ以外にも半導体工場、をたくさん作ってるんですよね。 であまりニュースになってませんが、そういった各所で同じような現象が起きてまして、えー、半導体工場新設に伴う関連の事業所ですとか、あるいは、えー、住宅需要、こういったものが選定地全体の地価を押し上げているっていう効果があります。実は、半導体工場、もうこれはもう始まってしまった話で、えー、特にその大手のですね、ラピダスさんや TSMC さんのものは、今。 目下でですね一番話題になっているのがデータセンターというものですね。データセンター。これは AI とか、まあ、いわゆるロボットを導入するにあたって、大量のデータ処理が必要になってる。そうすると、えー、今までのデータ容量では足りないので、国内にもたくさんデータセンターを作っているんですが、まあ、こちらが最近ではですね、えー、用地取得の問題、あるいはこ電力供給の問題というところで、不動産マーケットの中では今、注目を浴びているものの一つというふうに言えます。 はい、それからえ引き続き、e コマース、アマゾンさん、楽天さん、えこういったもので,です、ねえー、ますます拡大していますで、これが物流用地の人気を継続していると。え直近のニュースですと、例えば、えー、池袋の、えー、メルクマールだった西武デパートが、閉店はしてませんが、最近行かれた方いらっしゃる方、私、近くに住んでるので、時々覗くんですが、売り場がもうほとんど変わっちゃいました。 まあこれがいいか悪いか別としてですね。街中にあった氷の売り場が郊外の物流施設に置き換わっているという現象なんですね。街中で物を置いて、在庫を置いて売っていた、これが全部郊外に行ってしまいました。で、我々はパソコン上でそれを取り寄せているということ。置く場所が変わっちゃったんですね。中にはいろいろ工夫をされていて、試着だけ、全部1着ずつ揃えて試着だけする場所として都心に残している方もいらっしゃる ただ、今までのようにバックヤードに大量の在庫を抱えたりとか、時間でシフトを組んで人がずっと張り付いてやってるとか、こういったその,人のたその人たちのための控室や食堂やというものが都心に必要じゃなくなっちゃったんですね。なので、それがえどんどん郊外に流れていって、いまだにこの物流用地が足りない、足りないと。皆さん、イメージつくでしょうか。物流施設、もう投資対象なんですね。私のもお手伝いします。投資というのは、ま、あ 例えば、いくらいくらで買って、利回りというリターンを求める行為ですね、不動産の場合特に。例えば、このあたり、銀座とか丸の内、こういったところはですね、今、投資利回りというのは3%台とか、あるいはもっとしたら2%台って言われてるんですね。ちょっと前の不動産では考えられないですね。皆様が賃貸系アパートサイルさんに多分今でも、えー、指標にされるのが5%とか10%とか、まあ、そういった議論になると思うんですが、その半分以下です。で、物流施設どうかと言いますと、 これ実はこの辺のオフィスビルとあんまり変わらない水準で取引されています。3%とか。びっくりしますよね。昔は10%を超えてもあんまり手を出したくないなんていう話が多かったんですが、今ではそれぐらい非常に人気のあるものですね。その代わり、えー、そういったアマゾンさん、や楽天さんのような大資本がですね、10年とか20年という長いスパンで賃貸をする、その間、賃料も全く動かないというような、しっかりした収益構造を作ることで投資施設として成り立って。でこれが 安心感を広めていろんな投資家から資金を集めて各地に作ることができている、まあ、こういう仕組みもあります。はいまあ、こういったあの全体の流れの中で,ですね地下工事というものを考えますと、えー、全体としてはちょっとだけ上がってますとわずか3%ですけども、ね、ただ地域によってはいくつかの要素があって非常に大きく動いています。 そういった、なんて言いますか、えー、新たな投資に恵まれず、人口回復も進まず、引き続き弱含んでいる地域も我が国にはあるよと、まあ、これが総括となると思いますね。はい、えー、今日はもう一つトピックとして、ですね、えー、住宅市場についてちょっとお話をさせていただきたいなと思っております。はいいこちら、あののー、見ていただくと、まあ、日経新聞の、あのー グラフ、そのままあの拝借してますが、えー、アメリカ市場ですね、日本の経済指標はほとんどがアメリカを後追いしています。これ、以前ほどではないんですが、今、現在もやはり追いかけているというところがありますし、まあ、特に目指しているわけではないんでしょうが、政策が似ていたりとか、まあ、双子の経済と言われる関係もあってですね、えー、切っても切れない関係なんですね。なので、住宅市場でもアメリカの様子をちょっと見てみようと思います。 ななんん言いましても今ののの話題の中心はこ住宅ローン金利の上昇なんですねご存知でしょうか、今、アメリカで30年固定の住宅ローンを借りると7%台です、えーと。今日お越しの方ですと、まあ、多分あのそのバブルの頃にお金を借りて住宅を建てた方は、多分懐かしい水準じゃないかと思うんですが、<laughs> 我が国にもかつてこういう時代があったというふうに聞いております。 私自身はもっとすごく安い式に借りてますので、ただ、今、アメリカでですよ7%台の住宅ローンを組んでみんな住宅を買ってる。ちょっと信じられないですよね。今、日本でこれやったら誰も借りないんじゃないかと思いますね。ただ、それでも経済が回ってるというその景気循環ですね。グラフを見ていただくとよくわかる通りですね折れ線グラフの方は価格の推移なんです。どんどん上がってますね。 ちょっとここへ来て少しこう、えー、上下してますが、でもトータルでは2020年からのわずか4年間ぐらいですが。右肩上がりですね。で、一方で販売件数がこれはちょっと減ってきて、少しここへ来て下げ止まってる感もありますけれども、まあ、一気に減ってきていますよね。えー、もともと700万個ぐらい、月間ですよ、これ。月間700万個ぐらい売ってきてたのが、今ちょっと500万個ぐらいまで下がってきてるのかな。 ということでですね、アメリカではいわゆる金利が上がりすぎています。で、えー、一方で販売価格は過去最高水準なんですね。これも不思議です。金利のある世界ってこういうことなんですね。物価がどんどん上がっていくんです。えー、先ほど申し上げたようにバブルの頃を経験されている方はお分かりだと思いますが、放っておいても高くなっちゃうんですよね。で、その高いものを買うためにもっと金利を上げて稼がないといけない。うのは これ好循環というかどうか、我々はそこで大きな失敗をしたので、いまだにそれが悪循環だと信じ込んでますけれども、世界の先進国の中では今この好循環がまた起きている。販売価格の上昇は他にも理由があります。これはいわゆる建築資材の高騰とか、あるいは作る人たち、流通の人,人件費の高騰。これはアメリカでも同じですね。なので、販売価格が上がって、 ただ件数は減っていると、はい、で要因としてはやはり金利の高止まりがですねちょっと行き過ぎているのでこれが住宅市場の回復の足かせになりかねないという警鐘を鳴らしている専門家はたくさんおられます私もこれほどの金利水準の中でマーケットを分析したことが鑑定士としてはありませんのでちょっと予測が難しいなとは思っておりますが。 ただ、アメリカの場合はですね、日本と違って、えー、まだまだ分厚い人口があるんですね。なので、まあ、ちょっと昨日あたりの,あの党首討論、えー、党首討論じゃなくて、えー、と大統領選の、えー、代表討論ありましたけども、まあ、移民政策一つでですね、まあ、こういった問題はまだまだ解決する策があると。一方、我々の国はどうでしょうか。なかなかいっぺんに覆すという政策を取りにくい。 で人口の減少は、かの国よりもかなり激しくなっていて、向こう30年ぐらいで1億人を切るということは確実に言われているような世界ですね、少しこう、経路が違うかなと思いながらも、やはりアメリカで今、何が起きているかというのは、我々の住宅市場の中で、容易に予想できると。今、今朝の日経新聞で、いくつかの銀行が住宅ローン金利下げてましたね、今日 0.01%下げているところがまたいて1、1%前後ですかね、10年ものとか。なので金、金利差6%ぐらいです、単純に比べると。それは円が売られますよね。みんな7%のものを買いますから、急激に下がっていく、まだまだ下がっちゃうんじゃないかなと、このままだと。人によっては 3%ぐらいの金利差が円安を解消する水準だという話がありますので、まあ、日本も7%ぐらい、住宅ローンがいきなり7%になるということはありませんが、えー、まあアメリカは今、少し下げようかという話、例えば彼らが6、5となったときに、我が国が1、2とぐらいになると、少し、えー、まあ対等といいますか、ですねバランスの取れた金利差になるんじゃないかというふうに言われております。 もう一つ、これちょっと我が国の住宅、今後のですねこれ賃貸住宅についてもそうなんですが、ちょっと欠かせない話題としまして、いわゆる省エネ性能というのをまあ国交省、以前から言っているんですが、ここへきて少し話がまとまりつつあります。いというのは、2024年の4月ですから、もう始まってますね。住宅販売や賃貸をするときには、 省エネ性の表示というのが必要になりまして、今、努力義務なんですね。なるべくやってください。ただ、努力義務なんですが、実はやってないとですね、勧告ができたりとか、ちょっと厳しめの方にしています。で、ご覧になった方も、ちょっとここ、すみません、貼ればよかったですね、貼ってなくて申し訳ないんですが、住宅、省エネ性のラベルっていうのがあって、星がいっぱいあるんですね。 星がいっぱい,いく、7つ、8つぐらいまであると、まあ、その星がいくつ埋まってるかで性能が分かる、えー。消費エネルギー性能ですとか、断熱構造ですとか、あるいは、えー、目安となる光熱費なんかがそのラベルからパッと見て分かるよと。なので、それを、えー、購入される方なんかは指標にして買ってくださいねという。ただ、これがです、ね、25年、来年には義務適合義務化をしようじゃないかという議論になって で遅くとも5年後30年までには新築については全てこれ絶地っても絶置水準かなり厳しい省エネ性能ですここにまで基準を引き上げていわゆる CO2 排出量を削減しようとか地球温暖化に抹茶、えー、をかけようとか、まあ、そういった取り組みを住宅のマーケットの中でも何が起きるか、えー、下の方に書いてます住宅、えー省エネ性能 がない住宅ですね劣るこれ、資産価値が下落しちゃうんじゃないかと。売れなくなってしまいます。もちろん現金でこれがいいからって言って買ったらいいんですけど、ローンを組もうとすると、金融機関が住宅性能がないと貸せませんよという現象が起きる。なので、住宅性能のない 住宅については今後資産価値が落ちていく可能性がありますということですね。なので、まあ、あの段階的とはいえ、ですね、この性能ラベルの一定程度までを満たすようなものを今から建築や供給をお考えの方については、まあ、強くここを意識された方がいいかなと思いますね。はいえー、それから、性能表示自体が住宅ローン減税にまでなると。なのでこれは アパートの供給者側ではなくて、一般の住宅を買われる方についてもそうです。えー、結婚しました、いよいよ住宅を買いましょうとなったときにですね、えー、省エネ性能じゃないもの、いや、これ安いのあった、いいのあった、掘り出し物だとって買おうとしたら、ローンが高くなっちゃう、あべこべな話になる可能性がありますので、この住宅性能表示というのは非常に重要になると。それから、確かにこの住宅市場に とってはですね、えーまあ、供給者側、建築する側、特にですね、それからローンの出し手となる金融機関側にとってもビジネスチャンスなんですが、一方で、えー、先ほどアメリカの話でも少し紹介したとおり、今、資材ですとか人件費というのが非常にこう高騰していますよね。まあ、これがですね、建築費自体を押し上げています。なので、 えー、性能表示は確保したいんだけれども、こんなにかかるんじゃ建てられないよっていう人がたくさん出てくるんじゃないか、あるいはこんなに高いんじゃ買えないじゃないかと、住宅ローン、金利はアメリカよりも低いけれども、銀行は貸すと言ってくれてるけれども、月々の支払いがこれだけあったら借りられないんじゃないかという方もですね、今後増えてき 来るるでであろうと思われる中で、まあ、これはあの国の政策の中で所得を上げる、ローンを引き下げる、まあ、いろんな政策と関連しますけれども、単純に住宅性能をよくすれば、これで解決するというものではないだろうと、このように思っております。はいえー、最後に、これからの住宅市場ということで、ちょっとまとめさせていただきます。ネガティブ要因としましては、まあ、先ほどから紹介しています通り、 価格が高止まりしちゃってるんですよね。なかなか落ちてこない。なので、ちょっとここ数年、買い控えてる方ってのが多いんじゃないかと思いますね。はい、それから、えーまあ、アメリカの例もあります通り、金利が上がっていくだろうと、ここからまた下がるというのは、ちょっとこう異常事態なので、えー、上がっていくであろうと。そうすると、まあ、住宅ローン減税も見直しになってくるだろうと。はい、ほとんど金利のない世界で、今、我々は生きてきてましたので。 ちょっとでも上がると、ええー、って思うんですけども、これが経済の好循環のために絶対に必要な措置なので、まあ、いずれ起きるだろう。それから公共投資ですとかインフラ整備、これが地域別に格差が生じてしまって、中には過疎化を招きかねないと。全国の地下動向でもご覧に入れた通りですね、いまだ人口減が地価の下落を招いている地域というのはたくさんあって、こういったところは当然ながら税収が減ります。税収が減る。なので、 公共投資インフラ整備が進まなくなって、さらに人口が流出してという悪循環ですね。これは地域を見定めないとなかなか住宅立地としては難しくなっていくだろうと。大変深刻な問題ですが、なかなか一応一応には解決しかねない。それから、いい面、ポジティブな要因を見ていきましょう。物価上昇。 まあ金利上昇もありますけれども、物価上昇、それから賃金の上昇ですね、これによって景気が回復すること、これが第一ですね。とにかく景気が回復すれば、いろんなところにお金が回るようになりますし、住宅ローンも払えるし、といったこと、それから、これはまああのコロナ禍からずっと言い続けていることですが、リモートワーク、いわゆる在宅勤務とか、会社に行かないでも、通勤しないでも働けるよと、時々行けばいいよ。 我が社もそういった仕組みを取り入れていますが、まあ、それによってです、ね、こう居住地の先行性が多様化すると、東京じゃなきゃ嫌だとか、東京から通勤券30分以内じゃなきゃ嫌だとかということじゃなくなってです、ね、関東じゃなきゃ嫌だ、関西じゃなきゃ嫌だというのがなくなっていく。自分が住みたいところに住んで好きな仕事をするという、そういうライフスタイルを実現できるような世の中が今、整いつつある。はい、それから省、えー ですね、先ほども紹介しました、これが促進されることで、えー、資材価格の高騰はありますが、懸念材料としてはありますが、えー、環境対応住宅市場というのは必然的に拡大していくであろうと思いますので、もし、まあ、住宅の供給ですとか、えー、投資、こういったものをお考えの際にはです、ね、必ずこの住宅性の、えー、表示、制度のです、ね、この促進というのを頭に入れて、選別をされるということがよろしいかなと思っております。 はい、えー、ちょっと駆け足になりましていろいろ詰め込んだあのー、40分でしたので、あのー、なかなかついていくのも難しかったところもあるかと思いますが、えー、皆様のですね賃貸経系、えー、不動産、えー、運用等にですね、えー、私のお話が一助となれば幸いでございます。私の話はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。